MGA の一日前半打席レッスン、バンカーレッスン、パターレッスン、後半ラウンドレッスン。前半でレッスンしたことを後半のコースで実践できる最も効率的なレッスンスケジュールです。今回はバンカーレッスン編です。というわけで、はい、クリちゃんバンカーレッスン編行ってみようか。ぜひ鈴木さんにバンカーを教わりたいなと思って、はい、これあれじゃない、はい、三橋 TV で俺炎上して以来じゃない俺すげえトラウマなんだけど怖えな、なんかいやなんかこの感じがもう 3D ゴルフっぽいですよ、なんかわかるじゃあまあ、特に何か別に意識するとかなく、はい、いつも通りちょっとバンカーショットちょっと行ってみましょうか。まあこの狙うところはじゃあこの青いところが、はい、じゃあピンだとして、はい、ええ、よいしょ。今のどうでしたかね、はい、ええ、はい、もうかなりねライト方向のいいホームランでした、はい、あ、ありがとうございます、はい、OK、 じゃあちょっともう一球行きましょう。じゃあもう一球行きましょう。いいね、隕石、隕石落ちたんですか隕石落ちたんですか。 OK、 まず、はい、まあ、今クリちゃんに何が起こってるかっていうことをちょっと簡単に言うと、ショットと一緒なんですよ。結局ボールに向かいすぎて、まあ、かなりねちょっと上からこうやってね入りすぎ、はい、であとなおかつ上から入るってことはね、はい、こうクラブってちょっと見てて、はい、こうやってね急角度で降りてくるでしょ。あって、まあ、急角度で降りてきて、で最初のホームランしたやつはボールの位置がちょっと右で、はい、でクラブもねちょっとこうやって構えてるのね。でこの状態で上から入ったらそれはホームランする、はい、うん、で2つ目のやつはトップしないようにしようと思って、はい、まあ、ちょっとこっち狙って急角度にドーンって入ったからこうなっただけ。隕石落ちてるでしょ。落ちてますね。でバンカーですごく大事なのってね、はい、基本的に簡単に言うと、こうやってこうやって打てれば、こうやってこうやって打てれば、実はもうバンカーって簡単に出るの、はい、で、まあ、どういうことかっていうと、クラブがあんまりこう結構ねこう、まあ、ゴルフされてる方とかバンカーってなんかこう上からこう入れて、もうちょっとエクスプロージョンというキーワードもこの前使ってたじゃん、はい、うん、まあ、爆発ってね、でこう上から入れて叩きつければいいって思ってる人が結構多いわけ、うんうん、でこれをやってしまえばしまうほどどん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 こう急角度になってくるから、はい、まあ、実は結構完璧に落とさないとちゃんとうまく出てくれないの、はい、だけどこう低くっていうかこう、まあ、こうやって砂をねこうやって低くこうやって薄く取れるような感じに入ってくると意外とどこに落ちても打てるよっていう、はい、で今栗ちゃんは今のところどっちかっていうと、まあ、全部こうじゃない、はい、でこれをもっと浅く入れられるようにするっていうことで、ちょっとね危険な練習かもしれないけどちょっとこうやってやります。でこうやってやって、はい、まあ、実際はこのこっちのボールなんだけど、はい、この2つのボール打つと、はい、不思議なことに手前のボールだけ真上上がります。いきますね、はい、ポンって打つと、そう上上がるでしょ、はいはい、上上がるでしょ、はい、でこれをできるようになってほしいの、はい、言ってる意味上がる、はい、でこれがもしねこの2つこうやって並んでるやつが、はい、上から入っちゃったらどうなるかっていうとこんななっちゃうの、はい、上に上がんなかったでしょ、はい、手前のボール、この手前のボールがポンってちゃんと上に上がるようにするにはこんなん入ったら絶対無理、はい、ちょっとこう横からこうやって入れたくなるよね、はい、イメージの中では、はい、そう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 、ちょっと構えてみて、じゃあで構えはここ、まあ、このボール打つ感じでいいんだけど、まあ、これ2つともちょっととりあえず打ってみて、はい、でこの手前のボールが必ずちょっと上に上がるからちゃんとうまく打てれば、ほらこれ両方低かったでしょ今、はい、いい？ってことはってことは今のは手前のボールもの頭も叩いてるわけ、はい、ってことは実際打ちたいこのボールなんか絶対ボールの下入んないから、あ、そこそこそこ、分かる、はい、ってことはこのボールが上に上がるってことは
クラブがこんぐらいこうやってちゃんとこうやって下入ってこないと、ここで、はい、この時点で、はい、こうするとこうやって浮いてくるの、こうやって、はい、これぐらいの感覚でいい、はい、そうするとどう、こうやって構えて、はい、こう入れたい、入れられないですね、入れたくないよね、はい、ちょっとこうやって入れたいでしょ、横からスッと、そう、はい、入れたいよね、はい、でこうやって構えてたら、はい、なりそう、ならなそうですね、ならなそうだよね、こうなりたくない、はい、そうだよね、そうだよね、ちょっとじゃあここでいこうか、はい、こういうことですかね、そうだね、そう、これぐらいの感じだね、はい、これぐらいでちょっと行ってみよう、ほら、うまくいった、うまくいった、あれぐらいの感じ、今の時の砂、ほら、隕石落ちてないじゃない、落ちてないです、落ちてないよね、で、今ので全然いいから、はい、今ぐらいの入れ方をちょっとイメージして、はい、いい、もうちょっと大きく振ってごらん、大きく振る、普通にポーンって、もうちょっと振ってごらん、あ、いい、悪くない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 、全然いいよ全然いいよ、よし、あともう一回ぐらい、あともう一回ぐらいこうやってやります、で、ただちょっとね、振り大きくって言っても自分では大きくしてるつもりかもしれないけど、もう少し、待って、フィニッシュ取っちゃっていいか、フィニッシュ取っちゃっていいか、うん、ちょっともうちょい離れます、ちょっとここにしようか、ちょっと一回素振りして、はい、はい、いよいよもう一回、はい、ちゃんとこれ手前のボールもちゃんと打っていくぐらいのつもりで入れていくんだよ、砂もちろんもちろん砂吸っちゃって、本番はダメだけどね、はい、おお、いいね、それでいってみよう、はい、はい、おいいよ、これ大丈夫だね、はい、完璧です、お、完璧です、じゃあこれで今の感じで1個でいってみよう、はい、はい、いい、だけどいるんだよここに、はい、いるからね、はい、あー、なんでやねんよし、じゃあ、はい、これ古典的な練習だけど、はい、ここ線引くよ、はい、はい、こっからこれ全部取っててごらん、こっからこっから、はい、手前だな、はい、もうちょい、まあいいや、これぐらいの感じ、うん、はい、いいよ、トン、そう、いいよいいよいいよ、結構近くになってきたね、はい、はい、で、それで、はい、打ってもらう、よし、ナイスだ、はい、OK、OK、はい、でやると、結構上からじゃなくてちょっと手前から入ってくる、低いとこ入ってくるし、で、意外と手前でいいでしょ、はい、でしょ、低く入ると手前からなんか滑って広げるじゃん、はい、なんか砂だからなんか綺麗に打たなきゃいけないとか思ったらそれはもう全然いらないから、はい、今ぐらいの感覚でいいかな、はい、もう一回、これ本番絶対ダメだけどね、はい、はい、ちゃんとこっから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 行って素振りで、そう、はい、まあ、そう、いいじゃんいいじゃん、今の音なんかターンって言うでしょ、はい、そうそう、はい、行ってみよう、よし、 OK だ、ナイス、はい、はい、っていう感じで、はい、はい、っていうことで、まあ、今みたいな感じで、はい、ちょっと意識してバンカー取り組んでほしいのは、はい、まあ、とにかくこうバンカーってね、実はね、ここが当たるとね、はい、もう難しいの、はいはいはい、低く入れてくると、はい、こっち側が当たるんだけど、はいはい、でそこが当たってくると砂に潜らないから、はい、実はすぐパーンってこうやって取れる、はいはい、でそのためには上から入ってきたらもう無理なの、はい、うん、だからちょっとこう低く入れていきたいよっていうこと、はい、低く入ってくれば全然ああやって打てるから、はい、はい、ちょっとこんなところ自信がつきました、いっとかよ、はい、どうもありがとうございます、はい、ということで、あのバンカーのレッスンをですね、鈴木コーチにやっていただきましたけども、まあ、あの私のラウンドレッスン編にクリさん出てきていただいた時に、すごく上手に出たんですね、で実はあれはあの砂がめちゃくちゃ硬かったのでクリちゃん的にドスンって打ち込んでも、まあ、なんとかなっちゃってたんですけども、今回はもう砂がふかふかなのでやっぱり上からドスンって打ち込んでしまうと特にホームランになったり、全然ダフりすぎてしまって、ボールが遠くへ飛ばなかったりっていう部分で、まあ、鈴木コーチの方から、砂がこういう状態の時を踏まえて入射角をもう少し緩やかにした方が、より出しやすいですよというアドバイスでした。
でやはりこう砂質によってですねクラブの入れる角度っていうのがやはりこうある程度こうちょっとコントロールすることによってどんな砂質でも対応できる。やっぱり砂っていうのはやっぱりコースコースで全然違うんでね、やはりこういうあの砂の多いコースの時にはあんまりこう上から鋭角に入れすぎてしまうと、うまくボールが出せないので、ちょっとこう手前から少しこう緩やかに砂の表面だけきれいにこう薄く取れるような、技術が必要ですよということで今回はクリちゃんに、柔らかいバンカーの、レッスンをしていただきました。まあ、これが今度ね、今日午後からコースに出るのでコースでもしバンカー入った場合は、全く同じ状態のふかふかの砂なので今の技術ができないとやっぱりホームランだったりダフって全然出なかったりということになりかねないので、そういうことも踏まえて、今回のレッスンは、入射角度のコントロールと入れ方のコントロールを、まあ覚えていただいたということになりますので、ぜひですね柔らかい砂の時にはあんまり打ち込みすぎずにさらっと打てるようにトライしてみてください。鈴木真一です。はい、でまあ、うちのアカデミーでは、毎週ですね金曜日と土曜日、2日間担当しておりますので、まあ鈴木のところにもたくさんの生徒さん来ていただいてますけど、実際にレッスンをして、まあ来られた会員さんの手応えとか、はい、どんな感じですか？まあ、基本的に悩んでもちろん来られてる方多いので、うん、で大体まあこういう球打ちたいのにこれが打てないみたいなパターンが結構多いんですよ。うん、なんで、まあ、僕は、まあ、基本的にはもうここ来ていただいたらまずこうボールフライトをまず絶対に変えるっていうことを、うん、まあ元にやってるんですけど、うん、まあ、そうやると大体こんなんでいいのっていうパターンになるので、うん、でまあこれがねやっぱ一人だとその後一人になるとできなくなっちゃうじゃないですか。だからそれをね、うん、やっぱコースでしつこくそうね、やっぱり練習場でレッスンしていい感じで仕上がったなと思ってコースに行ったらできませんでしたっていう反応があまりにもやっぱり結構多いから ね、 そ う、 ですね。やっぱそういった意味ではここでは、その日のうちに教えたことをコースで実践してもらうという意味では、今までの既存のレッスンとはちょっと違う形でですね、その日にしっかりこうなんていうかなこう、理解してもらって現場で実際にこうやったことができるんだっていう自信を持って、まあ、帰ってもらうという意味では非常に効果があるのかと思います。はい。